皆さん、こんにちは。こんばんは。おはようございます。今回ですね、友人からもらったものを開封していきたいと思います。今回開封するのは、タイトルにもある通り、友人からもらったプレイステーションポータブルミスティックシルバー PSP3000 の本を開封していきたいと思います。夜なので、少し声を抑えて喋っていきたいと思います。そこはご了承いただきたいと思います。では、開封していきます。まず電源コードですね。まあ、ちゃんと綺麗な状態でね、保ってくれてますね。これはありがたいです。次はまあ、取説とかのアフターサービスのしおりですね。友人はね、ほとんど見てないそうなんでね、未開封ですね。まあ、取説とかね、書き下あんま見ないですね。これは充電コードですね。さっきの DC アダプターとつなげて充電するやつですね。1500mAh のやつですね。USB ケーブルですね。これはまあ、普通 PSP、普通に買うとついていきません。友人はね、今回特別にね、つけてくれました。これでね、プレイステーション3とかパソコンとかでね、まあ、データのやり取りができるんでね、超便利です。友人、気が利きますね。本当に。ありがとうございますって感じですわ。次の問題です。これですね。PSP3000 ミスティックシルバーですね。ほんと軽いですね。自分はまあ2000シリーズ持ってたんですけど、まあね、壊れちゃったんでね、まあ急遽友人にね、PSP たくさん持ってたんでね、売ってくれないかってことでね、売ったら3000でね、まあ売ったるよってことでね、まあ3000で売ってもらいました。